なんか世間では野田さんの国会における安倍さん追悼演説が素晴らしかったという評価が流れております。そんなに感動的だったのですか？いや、僕は史上最低だと思って見てたんですけども、統一教会のとの字も出ず、そうね、それは本当になんか片手落ち。あとはそこの部分を山上容疑者がまさに生きてきたこの期間の日本っていうものね、それについてもこの事件をきっかけに語ることはたくさん野田さんはあったんじゃないか。流れ落ちる原因を作った統一教会の被害実態についても全然メスを入れずに、それこそが民主主義の危機であってですね、本当にマイク中に銃弾で撃たれたことが民主主義の危機ではない、でも何でもないという、うん、そこの本質がまるで野田総理は分かっていないとか。それこそ価値があるんだけど、その受ける時にね、誠に荷が重いが受諾って言ったっていうのはこの日の一言として新聞に出てるんです。私、誠に荷が重いがっていうところは絶賛発売中にはできないっていう安倍さんのこの政治の10年ね、それからその亡くなった後に出てきたあれこれ、それに触れずして追悼できないっていうところが荷が重いのかと思ったらそうじゃなかったんだっていう、せめて統一教会問題とですね、円安アベノミクスの惨々たる状況ぐらいには触れてですね、君のやったことはこれだけ日本社会に負の遺産を残して我々はそれをツイートだからそれを乗り越えていきました。そうそう、だから負の遺産と、だからうまくいかなかったところもこんな風に多々あって、それは私たち野党が弱かったのがいけなかったっていう風に言えばよかったんじゃないのかな。我々の理解を込めてその負の遺産を清算していくのに全力を尽くすぐらいだったらいいと思うんですけど。野田内閣の政権手放し、政権手放し、あの時の残念が蘇った。